はい、皆さんこんにちは。今回はですね、スーパーフラットの方にお邪魔しております。このように見渡す限りの平原、実験に適したワールド、それがスーパーフラットですよ。今回の企画はクリーパー100体 VS スティーブ、用意するのはスライムブロック、黒曜石、そして今回の目玉、クリーパーのスポーンエッグ。それではまず、10×10 のスライムブロックの床を作ります。できました。ついでに壁も作りました。制作の様子は別動画を投稿しますので、そちらでご覧ください。それでは、クリーパーを呼び出しします。そんな時に役立つのがこれ、発射装置、64+36で100。スイッチオン。スイッチオフ。あちゃー、やってもうた、クリーパーがこぼれました。というわけでクリーパーを呼び出す前の状態に戻しました。そして、これでもかというくらい、壁を高くしました。これで、クリーパーが脱走することはないでしょう。64個と36個のスポーンエッグをセットします。スイッチオン。スイッチオフ。100個すべてスポーンしました。そしたら、なるべく高いところに、足場を作ります。当たり前ですが、真下にはクリーパー。では、さいならお知らせです。5月6日まで質問を募集します。詳しくは説明欄をご覧ください。